いいんじゃないでしょうか。そうですね。はい、はい、次。はい、うん、スーツのズボンをロールアップして着ている人がいますが、はいはい、ありなんですか。スーツダブルのことやろ。ロールアップって書いてますね。知らないロールアップということです。まあ、多分ダブル。ああダブルが、あ、それが分からへんねや。別にこれをこうやってこうやって、それは本物のロールアップです、ね、ロールアップですよね。こうやってるわけじゃないもんね、これって。違う。これでね、あの、わざとそのダブルデザインっていうのがあるんですよ。そういうものなんですよね。で、これがスナップやろ。そうです。うちの場合はこうやってここ止まるようにもなってますしね、うん、こういうものっていうのがちゃんとありますけど。縫い付けてあるやつもあるもんな。ありますね、糸、うん、で縫ってある、ね、レディースなんかは糸止めになりますよね。そうですね、あり、うんうん、あ、これも待って、以上です。よろしくお願いいたします。都の城長野。ありがとうございます。ありがとうございます。調べてもらってありがとうございます。ありがとうございます。はい、次の質問いこう。どんどんいこう。はい、はい、時代に合わせてジャケット、はい、パンツの型紙は変化していきますが、はい、オーダー店でも時代に合わせて型紙は増えていきますか。増えていきますよね、うん、だからそれはでもな、からうちは逆に多い方。ああ、そうかもしれないですね。こんな言うと悪いけども、うん、うん、時代を合わせて変化していくけども、基本的にはやっぱりベースは既製服からやっていくもんな。そうです。会社によってやね、はい、変わってくるよね。うちはようやってる方やっていう話やったと思うんですけど、うんうん、その縫製工場が、うん、うちらみたいにちょっと企画をやるところっていうのは増えていくと思います、はい、ただもう縫うだけの工場っていうのは、そういうのは相手の小売店さんが支給するパターンでもな、ないねん、あんまり小売屋さんがパターン支給するっていうのは対応できひんねん。へー、うん、キャドキャム持ってるその縫製工場が、うん、そのマスターをどこまで真剣にこう流行を捉えていくかっていうのは、その会社によって変わってきます。はい、でも基本的にはオーダー屋さんっていうのはやっぱり、あの、あ、じゃあ受注もらおう思ったら小売屋さんがこんな流行りのやつもやってくれって言うと思うんで、うん、変わっていくと思いますよ。ただ既製服がスタートした何年後かが多いと思います。うん、だってそうですね、ま、すぐにはですもんね。なれね、まず既製服でみんなエンドユーザーが、うん、目鳴らしてこれがかっこいいってことが固まった時に、既製服業界も大量で縫うやんか。はい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 、な、うん、それが出回ってくるわけやんか、ええ、その後にオーダースーツをやることが多いですね、基本的には、オーダー屋さんがこの先頭を切って流行を左右してるっていうのは、まだないかもしれないね。確かに、うん、そうですね。既製服がやっぱファッションの中心になっていってるかもしれませんね。はい、次行きましょう。はい、はい、ジャケットの